ママです。イエーイ。よろしくお願いします。家族みんなで楽しく見てね、はい、はい。最近の子供って性格診断してから友達になるかどうか決めるらしいよ。え？しない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 。うらー、もうすでにあの違う人いるんですけど。いや、田舎の小学生は違うのかも。あ、都会の小学生進んでるからね。福島県ではかなり都会だぞ。おい、ばあちゃんごめん、そんなことない。田舎です。田舎です。そんなことない。ここを都会だって言ったらちょっと恥ずかしいぞ。そげなことね、田舎です。うん、なんかね、ニュースでやってたんですよ。 MBTI 診断って言って、はい、性格を16のタイプに分ける診断があるんですよ。診断結果を見て、で、自分と仲良くなれるタイプの人と友達になるので、その流行りに乗りまして、ひまりチャンネルも MBTI 診断やりましょう、みんなで。おお、はい、ちょっと待って、これもしかして相性悪かったら脱退とかもあるってことですか？ママとパパの相性悪かったらちょっと離婚とか。おい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 、ここまでやって逆に相性悪いことあんの？いきますよ。今日やってく MBTI 診断はゆるっと MBTI 診断。はい、はいはい、これね、はい、20の質問で結構正確に測れるので、じゃあやっていきましょう。はい、はいはい、質問1、大人数で遊び帰ってきたあなた、今の状態は？ A、 楽しかった、はい、B、 疲れた。え、どっちもあるんだけど、私も結構疲れたかな。あー、もちろん体は疲れてる、気分的な問題、気分的な問題だとしたら俺はもう、うちも楽しかったね。あー、いい疲労って感じだね。うん、選びました。はい、はい、はい、じゃあ次、料理中調味料を入れるとき、 A、 計量カップで正確な分量を測って入れる、 B、 おおよそで入れる。A、B、謎料理めっちゃいっぱい作ってるもん。いや、だって噛めないクッキーとか作ったからね。硬すぎて食べれない。ちなみにあのパパも B だわ。いや、あの A の人たちがびっくりしてる。測ったことないもん、だいたい適当に入れてんの。いや、だってさ、なんか一回しとか言うじゃん。そうそうそう、一回しとかさ、ラム配信とかさ、なんかね、言うくらい自分配信。一回しとかラム配信アンフリーとかさ。私最近ちょっと太ったかなと友達に聞かれたら、 A、 そう、別にじゃない。 B、 確かに前よりは太ったかもね。いや、 B ひどいよ。私は A かな。 A かな。じゃあでも実際に太ってたら言うよ。俺は最近ちょっと太ったかなっていうやつって太ってないじゃん別に。これはきっと太ったもん。あ、じゃあ B。 これも男の友達か女の友達によるんだよ。男の方が多いんだから、それ。じゃあもう B。 うん、 B だね。女の人だったら絶対あ、いや、そんなのないよって言う。確かに驚いたお前って何もないよって言うてるな。そこで気使っちゃう相手だったらさ、それ友達なんかな。でも親しき中にも礼儀ありじゃん。でもさ、親しき中にも礼儀ありって言葉を考えた人すごいキレてたんだろうね、多分ね。お前さ、いくらさ親しき中にもさ相当失礼なことされて、もうやるぞ。まーちゃんおーちゃんの探し絵本発売中、探してみてね。見てね。はい、全部の質問終わりました。はい、じゃあみんなの出てると思うんで、はい、順番に発表。じゃあもう見ていい、はい、いいですよ、せーの、じゃん。チラチラチラ。これは INFJ、 洞察力と直感力ナンバーワンの平和主義者。平和主義者。確かに直感と観察力はすごいよね。確かに平和主義者だわ。わかんない、平和主義者。わかんないよ。俺ちっちゃい頃音に原骨されたわ。夢だよ。夢です。
はい、おーちゃん。おーちゃんは ENTJ。 カリスマ的で戦略的な完璧主義者。完璧主義者、完璧主義者。あーでもなんか、かうまくいかないと結構、ね、あー確かに大阪とか A とかで納得までやるんだよね。確かに、納得まで。はい、じゃあまーちゃん。はい、INFJ 洞察力と直感力、そう一緒ナンバーワンの平和主義者。一緒なんだ。俺が ISTP で他人に無関心な自由人だった。他人に興味ねえ。もう打体決定だな。打体決定か。おかしいでしょ。INTP 好奇心旺盛で論理的な分析家。え、ちょっと待って、私のベスト相性あるんだけど、下の方に。あ、いや、あれもあるよ。うん、私のベスト相性。なに紫でしょ。おかんとおーちゃんベスト相性や。私たちベストベストの相性。この中に ESFJ か ESTJ の方はいませんか。いません。一緒だったわ。私でこんな人、平和主義者、慎重、粘り強い、情熱的、一か八か、神経質、デリケート、共感能力高め。なんで慎重ってすごい慎重なんだもんね。私もすごい慎重だわ。まーちゃんとパパの性格は論理的で創造性に長けていて、他人の感情をうまく察するタイプ。自分の本心はあまり言わず、相手を配慮することで気が楽になります。新しいことや新しい出会いはあまり好きではなく、少数の人との深い関係を好みます。そんな INFJ は自身との葛藤も多く、考えすぎて自分にストレスを与えがち。時には自分自身を甘やかすことも大切です。デリケートな性格なので、ちょっとしたことでも傷つきやすい性格です。あー、傷つきやすい。俺ただ現れないだけ。現しないの。俺ほんと傷つきやすい。割と傷つき、気をつけないやだ。大事に扱ってないの。大事に扱ってたから23年持ってるんじゃないの。おとんが頑丈だった説を出ます。俺はそっちの説。下に恋愛っていうのあるよ。あ、恋愛もぜひ行きましょうか。あ、ね、平和ツンデレ、ナイーブだって、うん、内心では嬉しいと思っていても冷たく反応してしまうツンデレタイプ。ツンデレかよ。揉め事が苦手なので、常に相手との調和を取り、争い事を避けようとします。積極的にアピールすることが苦手で、相手から歩み寄ってくれるのを望んでいます。あ、そういうタイプ。パパ、確かに俺は自分から行かないもん。行かない行かない。合ってる合ってる。心に傷を負いやすく、一度傷つくと引きつった後に大きく爆発します。おー、分かる。食べタイプだね。食べたらもうパーン爆発する。爆発した時に俺げんこつ食らった。教育コンサルタント、はいはいはい、福祉士、詩人、デザイナー、ジャーナリスト、精神医学、心理学者、進路相談カウンセラー、人事担当、経営コンサルト、画家など。画家。YouTuber ねえ。レディーガガ。YouTuber ないね。YouTuber とかこの診断で出てこんやろ、 YouTuber とか。じゃあ、おーちゃん。はい、いきます、はい、私ってこんな人。戦略的、正直、変化好き、好奇心旺盛、効率的、カリスマ、論理的、リーダーシップ、衝動的。おー、確かにおーちゃん衝動的かも。衝動的かもね。衝動って何？その時の感情で動いちゃうっていうか、感情にやっぱ左右欲しくなったから買っちゃう。好奇心旺盛、どんな話でも挟んでくる。何？え、それ何？それ何？でも挟んでくる割に話すと、だからそれで聞くんだよ。話してもいいんじゃない？感情的、感情的。あ来たかこれ。やばい、衝動的。あ、性格。生まれ持ったリーダー気質で、自信とカリスマがあり、周りをリードするタイプ。大きな野望と決意を持っている。
ENTJ は新しいことに挑戦することも好きです。頑固な一面もあり、一度目標を決めたらそれを達成するために全力を注ぐ完璧主義な面があります。相手を楽しませることが好きで積極的なので初対面では印象がいいです。ただ言葉が直接的で毒舌な部分があり、知らぬのうちに相手を傷つけていることもあるので少し注意が必要です。ねー、ガチで傷ついたことあったわ。なんか合ってる合ってる。はい、恋愛。野望、論理的、自己愛、仕事も、恋も全て手に入れたい完璧主義で、好きになったら付き合うまでがひたすら促進。恋人の悩み相談には感情的な意見よりは解決策を出す現実的な性格です。喧嘩をしても論理的に解決しようとしますが、断固しすぎて別れにつながることも。少し相手の視線を気にしながら思いやることが長く恋愛続ける必須です。自分勝手な恋愛だ。王ちゃんの向いている職業。弁護士、判事、外交官、起業家、経済分析家、都市家、経済学者、医者、心理学者、ネットワーク管理人、専門職、フリーランサー、情報システム管理人、株式仲介人など。幅広すごいな、すごいエリートの方だ。はい、じゃあピロピー。はい、俺、はい、私ってこんな人。注意深い、マイウェイ、独立的、頑固、自由人、インドア、未読スルーしがち。違う、俺これ好き嫌い激しい、他人に無関心。そう、性格いきます。はい、個人主義な性質が強く、一人の時間が大切。基本的には頑固で自由人タイプです。他人に無関心で感情表現が苦手なので、おとなしく寡黙な印象ですが、不誠実で嘘をつくことが嫌いです。好きなことや得意な分野に関しては深く追求するため知識も豊富です。重要なこと以外でエネルギーを消費することが嫌いで、関心がない話などは未読既読するしがち。関心があることや必要なことには積極的に物事を解決したりもします。新しいことにチャレンジすることも好みます。他人に無関心でね、ペロピ全然ね、部屋から置いとこないし、ね、うん、そうだね、もう何でやっても俺に関係ねえよね。なんかあることないこと言ってないな。めっちゃ煽ってくるよ。ねえ、俺関係ないやん。ちょっと待って、なんか このタイミングで俺への悪口を言おうとしてない。何かね、まあ、恋愛ね、恋愛、はい、マイウェイ、自由、計画的。人生も恋愛もブレずにマイウェイ、自由な恋愛を求めるタイプです。自分を好きな人よりも自分が好きな人をより好みます。あ、曖昧なのが嫌いで、意思疎通、感情表現がはっきりとできる相手を好みます。率直すぎる発言で相手を傷つけがちスキンシップや感情表現が苦手で消極的なタイプです。おお、知るか。ぜひあのピロピーと相性いい方を募集します。あ、ピロピー相性いい人誰？ ESFJ と ESTJ。 私ことピロピーの彼女になってもいいという人の。なんでどこで落とすの。向いてる職業、数学者、整備士、データ分析家、ソフトウェア開発者、研究員、カーレーサー、カーレーサー、パイロット、経済学者、土木技師、科学者、操縦士、エンジニアなど。ちょっと待って、この職種本当に結構かっこいい職業が出てくるんだよ、ね、はい、じゃあ私ですね、最後。ママ、私ってこんな人。集中力、質問大好き、論理的、後回しの天才。後回しの天才。後回しの天才。それ天才か。天才。他人に興味ない。同じやんけ。同じやんけ。いや、他はそのちっちゃいので出てるからいいけど、俺も全体の性格として他人に向かって。俺の方がひどい。あと、インドア、自己主張強め、はい、あ、正直、感受性豊か、性格、論理的で創造性に長けているタイプ。一つのことを奥底まで掘り続ける分析家で、相手の感情よりも自分の論理が大切です。あーすごいな、この診断。すごい、この診断すごいな。縛られるよりも即興的な場面に強いタイプ。好き嫌いが激しく、自己主観型で他人にあまり興味がありません。ここも出ない。ここでも他人に興味が出た。そうそう、なんか最近俺も興味ないんじゃないかな。
それ性格だね。俺は珍しいんだけど、おかんは興味がないのね。物事に対して感情的に共感するよりは論理的に解決策を提示しますが、そんな INTP は極度の面倒くさがりや後回しの天才と言います。これはもうめっちゃ自覚ある。そうだね、うん、はい、恋愛効率マイウェイ独立的起点が利き知的な相手に魅力を感じるタイプ、感情的な相手よりも共に会話ができる相手が好ましいです。また即興的でマイウェイなのでいつも一緒にという関係性はバッド、一人の時間が十分に必要なタイプです。目的がない連絡や電話もあまり好まないので関心がないと勘違いされることも多々あります。確かに長電話とか苦手だもん。長電話、うん。向いてる職種、経営コンサルタント、製薬会社研究員、分析家、会計士、カメラマン、ネットワークシステム開発、プログラマー、理工系教授、人類学者、弁護士、コンサルタント、判事、パイロット、弁理士。ぜひ YouTuber も入れてほしい。あー、うん、というような感じでございました。LINE で送ってくれたので結果を発表します。じゃあネーネーの相性とどうですかね。はい、はい、ネーネーの結果が INFP 妄想に生きる優しい浪費家。浪費家はめっちゃわかる。ネーネーちょっとめっちゃ金使うやん、うん、この間あのネーネーの引越しのデザイン見たらさ、同じようなお服すごい出てくるんだよ。どう見ても同じに見えるんだけど。違う違う、おそうだから俺にも言うけど。いや、それはお前が本当違う。絶対違うよ。新しい服買ってくるってさ、俺、買った服どこなの、うん、今切ってるよみたいな。ヒロピアは全然同じ。そうだよね、うん、全然違うよ。ねえねは、おーちゃんと相性がいいみたいな。ほえー、おーちゃんはだからママとねえねとベスト相性。ほえー、ねえねってこんな人、妄想家、インドア、浪費家、周りの視線気になる。あ、団体生活苦手。あ、感情の起伏激しい。あ断れない、自己価値観、一人の時間必要。性格、診断テストなどを最も好むタイプ。診断テストに言われた。優しく思いやりがあり感情に正直なあなた。あ、周りの視線を気にすることが多々あり、約束やお願い事を断るのが少しだけ苦手、うん、また好き嫌いがはっきりしているため本当に親しい友達は一握り、親しい友達の前では嘘のように口数が増えたりします。そんな INFP は主観的な視点から物事を見ていて、他人よりも自分の価値観をベースに物事を判断する性格です。確かにねえやね、お願い事断れないタイプだよ、うん、なんか学校とかでピアノの伴奏ね、そうそう頼まれてやってたけど、それなのに恥ずかしい曲選ばれて、それなのに引き受けてくるっていう。はい、恋愛、思いやり、一目惚れ、感受性豊か、愛を直感的に感じるタイプで一目惚れする傾向が高いです。深く狭い関係性を求め、思いやりがあり、相手と摩擦が起きそうな発言は避け、個人的な感情をあまり表に出しません。その代わり感情の共有を大切にします。向いてる職種、小説家、建築家、ディレクター、作曲家、俳優、音楽家、はい、編集、教授、研究員、カウンセラー、翻訳通訳、栄養士、社会福祉士、遺伝子学者、遺伝子学者、言語病理学、言語病理学、顧客管理担当、顧客管理担当、技術コンサルタント、技術コンサルタント、コーチ、コーチ、人事担当、人事担当だそうです。はい、はい、というわけでひまわり家のみんなの性格はこちらでした。やだみんな丸畑。まあもちろんね、この新人が全てじゃないとは思うので、音のネタに多少興味ない人、興味ない人、音のネタに無関心なタイマー、興味しない人、俺でさえどう突っ込もうか考えていた。もう生は関係ない、もう次行きます、次行こうって。ごめん、全然目に入ってなかった。やっぱり俺に興味ない。一応この CM
診断で友達になるとかならないとか決めるっていう話もあるんですけど、診断結果が全てじゃないと思うんで、まああんまり気にしないでね。そうそう、はい、実際に目の前にいる人が真実なので ね、 そうですね、こういう診断に踊らされないで、そうですね、自分の目で見極めてください。そうですね、うん、じゃあ興味ある人はぜひぜひ概要欄に今日やったあの診断の、うん、ページの URL 載せておくのでやってみてください。ぜひね、ひまわりチャンネルのメンバーの誰々と相性良かったよっていうのあったらね、コメントに書いて教えてください。おーい、はい、グッドボタン押してチャンネル登録よろしくお願いします。ひまわりさんとじゃんけんぽん、皆さんチェキを出しました。出した人は明日 MBTI 診断でいい結果が出るかも。次もひまわりちゃんの動画を見てね。また会いましょう。他人に興味ない。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録お願いします。次の動画も見てね。バイバイ。